はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね日常から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、心のない人がですね、デマを流して売り切れが続出してますけども、あれは飽きませんね、本当に。まあ、昨日と一昨日とね、あのチャリ活という、まあ、ただ自転車をこいで買い物に行くだけのことをね、有酸素運動として行っている活動があるんですけどね、まあ、電動自転車なんですけども、まあ、僕が一人でやってるだけなんですけどもね、その電動自転車で30分こいでたどり着くそのお店屋さんといいますか、スーパーとかに行くんですけども、その、ね、行った先のねお店でね、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、キッチンペーパーかがね、売り切れてるんですね。でそのブース、陳列棚にね、載ってるはずの商品がですよ、ごっそり、本当になくなってしまってました、本当に。もう、すっからかんなんですよね。もう、いつもやったらその見慣れたね、風景で、あ、ここにティッシュがある、ね、いろんなティッシュも箱のね、種類があるじゃないですか。今、箱なしとかもね、鼻セーブとかもありますけども、それがね、もう一気になくなってるんですよ。ね、その、まあ、お店側からしたら、売り上げが上がるからね、いいんかもしれませんけども、ちょっと異常な雰囲気でしたね。まあ、ホームセンター、ね、まあ、大手量販店、まあ、スーパーにはね、その生活用品売り場がね、ありますけども、本当に一つもなかったです。マスクと消毒液などはね、まあ、とあるお店では、あの入り口にね、本日マスクの入荷はありませんっていうね、貼り紙がね、貼ってありました。まあそこのお店はね、2日連続行きましたけど、同じ貼り紙が同じ場所にセロテープでペタペタってこう貼られていて、まあちなみに先週も行ってるんですけど、そこのお店ね、全く同じ状態でしたね。その同じ貼り紙がペタってこう貼られている感じでした。まあもし次のタイミングでね、行ったら、まあ今日は行きませんけども、来週かな、週明けてからまた行くかもしれませんけども、その行ったらですね、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、キッチンペーパーの入荷はありませんって、追加の貼り紙がされてるかもしれませんね。でもなんかね、その、トイレットペーパー、ティッシュ、キッチンペーパーの原材料がマスクに使われるっていうね、デマが流れて、こう、全国的にこの紙製品がね、品薄になってますよ、本当に。っていうか、トイレットペーパーもティッシュも、キッチンペーパーも、関係ないですよね。あるんかな、分かれへんけど、でもニュースではデマって言ってるんやから信じなくていいと思うんですけどね。でもまあね、使うもんやからストックして置いててもまああかんことはないんですけど、マスクほど重きを置かんでもええんちゃうかなと思いますけどね。まあ、うちもね、ティッシュのストックがちょっと少なくなってたので、まあ、ちょうど買いに行こうかと思ってたとこなんですよ。それがね、売り場に行ったらですよ、ごっそりなくなってたからね、本当にびっくりしますよ、ほんまに。買われへんやんと思ってね、もうその日は結局買えずに、まあ、2日連続行っても買えずにね、帰ってきたんですけども、まあ、ね、マスクは、あのマスクに関してはね、僕は病気したことがきっかけでね、その入院中からね、あの自分でこう買って使わなあかんかったから、だからね、そのトイレ買いをしてたので、まだあるんですけど、まあ、ティッシュペーパーはね、このかさばるしね、箱でしょ、箱でうち買ってるからね、かさばるんですよね。だからそんな量産買われへんからね、あのまあ常に個数をチェックして、まあ、そろそろやなってこう買いに行くんですけどね、そのまあトイレットペーパーとキッチンペーパーはタイミングよく、まあね、以前に買ってたんで買いだめしてたんで、まあ、今は買うことないんですけど、まあ、この世の中のね状況が続くとですよ、まあ、うちだけじゃなくて世の中の皆さんがね困りますよね。まあ、でもこれもまたね、転売する人がいてるんですよ。まあ、そうなったらね、運送会社が忙しくなって大変ですよ。まあ、でも運送会社はね、儲かるかもしれませんけども、まあ、この状況だったらね、配達員の人たちもね、出て行きたくないですよね。まあ、さっきも郵便局の人がね、あの書き留めですって言ってこう、聞いた時も、ちゃんとこう、マスクしてましたし、でもね、昨日来たあの宅配業者はね、マスクしてませんでした。
まあ、各社によってね、あの方針もいろいろあるんでしょうけども、そのドライバーさんもマスクを手に入れれない状況なんでしょうかね。まあ、そういったねマスクなどの紙製品においては品薄ですけど、あの食料品はね関係なさそうですね。こう今ね、昨日一昨日か、安倍総理大臣が言ってた、その全国的に公立の小中高の学校がね春休みまでお休みになるので、お母さんたちがね大忙しになると思うんで、その食材をね買いだめするかなとね思ってたんですけども、そんなこともなかったですわ。ほんまに今さっきね、その牛乳とキャベツを買いに近所のスーパーに行ってきたんですけども、品揃えはね豊富でした。ちゃうな、食材がごっそりなくなっていることはなかったです。うん、食材がなあのねいっぱいなくなっていることはねなかったんですよ。まあね、その辺はすごい安心しましたね。まあまあまあね、よかったんですけども、まあまあ、そのさっきねキャベツを買いに行ってきたということで、今日の晩ご飯はね、あの焼きそばです。また自分が食べられへん焼きそばをね今から作らなきませんね。そんな僕が作る焼きそばがねこう美味しいんかしてね、いつもこの3人前で売られている、まあ、普通のね焼きそば のパックっていう、あの3玉入ってて粉も、3つ入ってるやつを買うんですけども、使うんですけども、あのね長男がその2人前も食べよるんですよ最近。だからね、その奥さんと次男はね 0.5 人前ずつでねちょっと我慢してもらわなあかんからね、そのまあポテトフライとかねウインナーとか餃子焼いたらせなあきませんわ今日も。あ、もうね、ほな今からね、あの晩ご飯の用意しますので今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。